高木拓也のイメチェンしよっか。こんにちは、オーシャン東京の高木です。今日はこの子をスタイリングで変えちゃいます。こんにちは、高木チームメインアシスタントの大野グリムです。今4年目になります。もうこの動画が出てる時にはスタイリストになってる。なります。16ですね。高校1年生の時に初めて来てもらいました。こだわり強みたいな、かたくなにこう、いやここは長めで、ここも長めで、ここもこんな感じでみたいな出会いだったんですけど、急に言う通りにする、互いさんに任せますみたいな、それからおしゃれやって雰囲気出てきて、美容学生って知らなくて、で受けに来てそのままサクッと受かった。僕の髪質的に髪の毛が細くて毛量が少ないことが悩みで、ちょっと毛量を多く見せつつ、まあ、あとは早くて簡単にかっこよくできたらいいなと思ってます。今日はアイロン使わない、無造作感と男らしさみたいなのができて、しかも一番簡単なやつを初級編で教えます。3分ぐらいできるかな。まず朝顔を洗って歯磨いたついでに髪の毛も濡らしてください。まんべんなくまず髪の毛濡らしていただいて、タオルで拭いてください。一回濡らしてもらって、で水分を取ってください。でこの後ここでワックスをつけます。濡れ髪ワックス、今日はオーシャンのエッジです。このタイミングで枝豆1個分つけてください。枝豆1個分、うん、またしっかり手のひら伸ばしてもらって、後ろから根元と毛先に握るようにつけてください。この時の注意ポイントは立たせるです。握るようにやって立たせる。で全体についたら普通のドライヤーです。乾かしながら握ってください。乾かして握って、乾かして握って、フラッシュ散らす、フラッシュ散らす、フラッシュ、もうこれだけです。この時柔らかいワックス使っちゃうと油分が入っちゃってベチャーってなっちゃうので、あまり柔らかいワックスというよりはこういう単発の人は硬いワックスなんですね。こういう風に、こういう無造作なドラゴンボールみたいになります。これで最後にワックスをつけます。オーバードライブですね。さらに硬いやつ手のひらにつけて、枝豆2個分です。後ろからで前髪立たせたいので前髪にも普通につけてます。で本人はなんか毛の量を多く見せたいと言ってたんで、この時にツヤのあるワックス使っちゃうと根元が透けちゃうので、ツヤのないワックスをつけて、あとは握るだけ、握って握って握ってだけでもういいです。ただこの襟足ともみあげはちゃんとつけてほしいから、ここはなんか握るというよりはつける、つまむ感じに。スプレーはこうです。かっこいいからです。ありがとうございます。親指で、はい、完成です。髪の毛増やしましたっていうぐらい僕的には結構増えてるんですけど、まあ、あと早くて簡単で、まあ、すごいありがたいですね、教えていただいて。アイロンやりたいけど時間ないなーっていう時に最適。僕は結構撮影でこれ使うんですけど、これ時短で朝これ時間できますね。そうですね、ありがたいです。なんか何したいとかあります？それでもう10分寝たいですね。もう一回いいですか？チャンネル登録よろしく。